宮崎県。宮崎県は九州地方南東部に位置する日本の県である。県庁所在地は宮崎市。県北であるフェニックスに代表される南国情緒豊かな気候から1960年代には日南地区を中心とした新婚旅行のメッカだった。現在も春季のプロ野球などのキャンプ地として知られる。宮崎県は九州の東南端を占め、 統計130度42分から131度53分、北緯31度21分から32度50分の間に位置する。全体的に日照時間、降水量ともに全国で上位で、特に海老の高原、ワニツカ山の降水量は日本有数となっている。平野部での降雪、積雪は稀であり、宮崎市の気象台では、 初雪が観測されない都市がある方、九州山地では、積雪する地域があり、日本最南端の天然スキー場もある。標高1150メートルにあるエビの高原は、九州屈指の寒冷地とされ、1968年2月26日には、摂氏20.2度という九州地方における最低気温を記録している。夏は、季節風の南東風により蒸し暑い状態が続く。 ものの、海風であるためそれほど高温にはならない。むしろ、九州山地などを吹き下ろす南西風が多くなる、梅雨末期の方が高温である。夏から秋にかけては台風が襲うが、台風本体が接近していない段階から湿った、東風により、長期寒雨に見舞われること多いためか被害が、さらに拡大することもある。冬は乾いた西風が卓越し、快晴の日が多い。 国内で冬に多少となる地域では最も暖かい。この気候を利用し、スポーツチームのキャンプやゴルフ客が多数訪れる。宮崎市以南の日向灘沿岸には無双地帯が存在する。県北、県央、県西、県南の4地域、詳細は、不明に、以下の九市六群十四町三村がある。宮崎県では、町はすべて町、村はすべて村と読む。 南中郡、宮崎郡が消滅。全国的に行われている市町村合併による新規市政の発足において、新しい名称の市が誕生しなかった数少ない都府県、他に大阪府、神奈川県、山形県、鳥取県の一つである。宮崎県に人々が住み始めたのは中期旧石器時代の終わり頃の約5万年前頃からである。 遺跡としては、西臼杵郡日の影町のいずるは洞窟と小遊群、川南町の後ろ無体積跡が発されており、前者からは片葉、両葉の列機後者からは、厚明石以降、車熟戦闘機、巨子園石機、約5万年前と、推定が出土している。古事記に、軸紫、つくしの日向の高千穂のくじ古峰にあもりまさしめきと、あり、 天テラス大臣の孫の二二木の御事とが降り立った国、天孫降臨神話。この神の孫である山幸彦と海幸彦の争い、山幸彦と海幸彦神話、さらに、山幸彦の孫である鴨山といわれ彦が、統制して、山とか原風にて、天皇に即位し、初代天皇、神武天皇となった、神武進む神話等の神話、日向神話がある。廃藩置県当初、 1871年、延岡県、高鍋県、佐渡原県、帯県が設置されるが、1871年の府県合併によって、三密県、都の条県に再編。その後1873年に、旧日光国の領域をもって、宮崎県、初代が設置された。県政のため、県庁を県の中央部に設置する必要が認められた結果、 当時は寒村であった宮崎九条別府村、現在地に県庁がされた。1876年8月21日に、宮崎県は鹿児島県に合併され、宮崎県庁は市長へ格下げされた。1883年5月9日、川越須村による文献運動の結果、日向国の内渋子号、松山号、大崎里を除いた地域をもって、 国より最地権が認められ文献が成立した宮崎県尾岡。なお、同日に富山県、佐賀県も尾岡されている明治16年大上官布告第15号参照。文献運動は西南戦争の旧薩摩藩氏族側の敗北により、鹿児島県及び宮崎市長での旧薩摩藩氏族の影響が少なくなった時点で、 鹿児島県所属のままでは、日向国の発展は望まれないとの認識が背景に起こり、1880年に徳島県が高知県から分離したことで活発になる。旧薩摩藩領であり、西南戦争後の当時は、日向国最大の都市であった都の城が、表団の賛成はできないが、運動に反対しないとの立場を取ったことは、文献運動への大きな弾みとなった。 1882年に宮崎県裁おの案が鹿児島県会に提出されたがこの時は否決。川越進が県議会議長となった後、1883年3月の県議会で再度案は提出され可決し、5月9日に大乗官達氏により宮崎県裁おが成立した。江戸時代の日向国は複数の藩、延岡藩、高鍋藩、 帯び薩摩さ佐ま原ん、が分立していた。このため住民のひなた国としての意識は従来希薄であり、文献運動はひなた国として一体となって行動した初めての出来事でもあった。当時、ひなたは薩摩よりも人口密度が低く、県庁が遠いために何かにつけ不便であった。文献運動が最高潮となった1881年は金融が逼迫し、 自由民権運動も盛んだった時期で、鹿児島県による宮崎市長への支出が徴収される地方税よりも少ないという批判もあった。衆議院の小選挙区が3、参議院では全県で1区を構成。2011年現在。詳細は宮崎県公式ウェブサイトを参照。地方債残高、防衛省、総県民所得約3兆16億円。 全国第36位国民所得に占める割合 0.77%2000 年度調べ。本項目において、以下同じ、一人当たり県民所得、約256万円。全国第37位全国平均約308万円の、約83%国内最高である、東京都約440万円と比較すると、約58%と低所得の自治体に位置するが、 物価水準もそれに伴って低いため、所得格差ほどの生活水準の低さはない。県民所得に占める第一次産業の比率が国内で最も高い5.6%全国、平均は1.2%。日本有数の農業圏であり、農業産出額2007年は全国6位、九州2位。温暖な気候を利用し、稲作においては、 超早場米の生産地として有名であり、また、野菜、果実等の促成栽培、旗箱、サツマイモ等の商品製作物の生産が盛ん。また、牧畜業は、乳牛、肉牛、豚、鶏のすべてにおいて、日本有数の生産校を誇る。以前はそれほど知名度が高くなかった農畜産物も、2007年に知事に就任した。 東国原秀夫の全国規模のマスメディア露出により、急速に知名度を上げている。県中央部に広がる宮崎平野では、陶器の日照に恵まれた温暖な気候を利用して、様々な野菜が栽培されている。1953年から1960年にかけてビニールハウスが普及した。大根の作付け面積は日本国内3位であり、 特に秋冬物の生産量は日本一である。切り干し大根は古くから作られていたが、1906年、愛知県から宮崎郡住吉村、現在の住吉地域自治区へ移住た、長谷川や七らによって本格的な生産が始められた。大正時代に鉄道や港湾が整備されると、北部九州方面あるいは東京方面へも出荷されるようになった。 初期の産地は宮崎市周辺であったが、後に周辺部へ移り、現在は国府町と清武町が主要産地となっている。作付け面積は1000ヘクタール以上、生産量5500トン、生産額23億円は日本一である。キュウリは1895年、宮崎市上野町、現在は小戸地域自治区に属するで、栽培が始まった。現在では宮崎市、 西都市、国富町、新富町、綾町が主要産地であり、大阪、東京、福岡県へ出荷される。2007年における生産量は6万700トン、生産額は185億円で、群馬県に次いで日本国内に、特に冬春物は1位である。ピーマンは昭和初期、高知県からの移住者により、本格的な生産が始められ、 昭和40年代以降に普及した。現在では、西都市、宮崎市、新富町、日南市、国富町が主要産地であり、大阪、東京、名古屋へ出荷される。2007年における生産量は29,400トン、生産額は110億円で、茨城県に次いで日本国内に特に冬春物は1位である。 油津港や細島港等を本拠とした沖合、沿用漁業が盛んであり、金海カツを一本釣り、沿岸マグロハエナワウルメイ,イワシについては、漁獲量日本一を誇るが、大小基地に近い漁港で水揚げを行うため、県内の漁港の水揚げ量は少ない。近年では、鹿児島県と共に、九州産のうなぎの養殖でも知られるようになってきている。 国産建築材料の供給基地としての役割を担っている。県北に指定されている帯杉は白あの殺あり活性成分を持ち、生産工は全国一の生産工を占める。宮崎県は林県の大分県と共に、東九州地域を医療機器産業の拠点として整備をする東九州地域医療産業拠点構想、通称 東九州メディカルバレー構想を発表している。近年、同社の製造拠点海外化等の影響を受け生産量は縮小気味であるが、医療、電子の先進分野に力を入れている。県の経済規模が小さいほか、交通の便などの事情もあり、証券が県内一円にほぼ限られるため、地域商業の域を出ていない。有力な地元百貨店がなく、 顧客の鹿児島、熊本、福岡への流出が見られ、また、地元のスーパーチェーンも有力なものがなく、イオングループ等進出に対する地元商業の状況は非常に厳しい。県内に本社、または拠点事業所を置く主要な企業を挙げる。宮崎市に宮崎ブーゲンウィリア空港が所在する。なお、高地補町など北部山間部では、阿蘇熊本空港、 海老野市などでは、鹿児島空港の方が資金である。鉄道は、JR 線ご路線があるが、北に隣接する大分県と共に、JR 線、旧国鉄以外の普通鉄道がない。なお、2007年まで、延岡駅から第三セクター鉄道の、高千穂鉄道高千穂線が分岐していた。鉄道事業者が県内に一つしかないのは、宮崎県。 大分県の他は沖縄県がある。以上の路線は全区間単線となっており、徳島県と並んで単線のみの県となっている。ただし、徳島県の佐古駅徳島駅間は単線並列区間であるため、講義での複線区間がない県は宮崎県のみである。また、県内は長らく JR 九州管内で、 守護家水家等の鉄道系 IC 乗車カードで乗車可能な駅が全くない区域となっていたが、2015年11月14日より、宮崎駅を中心とする12駅にて守護家の利用が、脳となっている。宮崎県に事業拠点を置く路線バス事業者、ほぼ宮崎交通の独占となる。宮崎県は、九州で最も道路改良率の低い県となっている。 高規格幹線道路の共用率は61%、2013年3月末現在、で、これも九州平均72%を下回る。県内には18の一般国道が通過しているが、そのうち国が管理する路線、指定区間は、国道10号、国道220号の2路線のみである。2012年4月1日現在の改良率は83.9%。 全路線舗装済みであるが、そのうち21.8%は簡易舗装である。なお、県内だけで完結する国道は一つもなく、どの路線も県外を経由する区間が存在する。県は197の県道を指定しており、そのうち48路線が主要地方道、路線番号が1から54、149路線が一般県道、 路線番号が102から454である。2012年4月1日現在の改良率は、主要地方道が71.5%、一般県道が46.9%である。路線名については、宮崎県の県道一覧を参照。また、宮崎県道路公社が管理する、有料道路として一つ用有料道路がある、 かつて小倉が浜有料道路も同社が管理をしていたが、2013年5月9日に召喚が完了したため無料開放された。重要公案の一覧、国公立私立私立、宮崎県全域を対象とする地方紙として、宮崎日日新聞があり、県北部、延岡、日向を中心に、有観市の有観デイリー新聞が発刊されている。読売、朝日、 毎日は宮崎版、西日本新聞は南九州ワイド、宮崎、鹿児島の2県内で県内の記事を扱う。南日本新聞は鹿児島県の地方紙であるが県西部、諸見においても販売されており、宮崎県政、県西部の話題についても鹿児島県内のニュースと同様に扱うことがある。なお、西日本新聞は2018年3月31日をもって、 宮崎、鹿児島両県での発行を終了した西日本スポーツも同。本県は、他県で多くの放送局、平成新局が開局し、チャンネル数が増加した後も、放送対象地域とする民間放送は、フジテレビ系列がメインのテレビ宮崎、んっくと、TBS 系列の宮崎放送、MRT の2局のみである。 民放が2局しかない県は他に、福井県、山梨県があるが、これらの県は協調設備、ケーブルテレビ、CATV、または直接の地域外受信により、臨県の放送局が視聴可能な地域が大半である。これに対し、本県では口実のように、民放数の割には、ケーブルテレビの普及率が低いこと、また地域外受信もエビノ市、都の城市、 福島市、三股町などの一部で、鹿児島県を放送対象地域とする民放が、五ヶ瀬町などの一部で、熊本県を放送対象地域とする民放が主張できるに、とどまっていることから、日本国内では相対的な情報格差が存在するとされている。なお、民放が二局しかないため、テレビをつけているときは主張中でない方のつぼねを、裏、または、 反対と呼ぶことがある。本県は民放が2局しかない県の中では、ケーブルテレビの普及率が最も低いが、その一方で衛星放送加入率が高い。ビデオリサーチによる通常の視聴率調査が行われていない都道府県の一つとなっている。親局がある和につ山は標高が1119メートルと送信条件が良好であることから、 宮崎県外、特に、鹿児島県の大隅地方を含めて、広範囲をカバーしている。1960年7月の NHK、宮崎放送局会局までは、宮崎市内においては、鹿児島局を、鹿児島局会局以前は、広島局を、電離送販車を利用して受信していたほか、五瀬町や椎葉村では、熊本局が主張されていた。五町の事情については、 五ヶ瀬中継局を参照。1990年に民放第三局の割り当て、宮崎 21CH がなされ、約400件の免許申請があった。その中でも、日本テレビは沖縄と共に放送局設置計画を掲げていた。沖縄については、南西放送を参照が、バブル景気崩壊後の不況による影響や、衛星放送へ資金を注入する必要があった。 ことから、1993年4月までに、番組は無償で提供するが、開局支援はせずネット保証金は、一切与えない、スポンサーを自ら探さなければならないことを意味するとして、キー局としての宮崎への進出を断念した。第3局の設置構想は暗証に乗り上げた形となり2000年9月6日には、電波割り当てが取り消された。なお、宮崎新局のために、 確保されていた用地は後に駐車場となっている。なお、東国原前知事もマニフェストにテレビ局の増設を掲載していたが、これは必ずしも地上波民放のことではなく、インターネットテレビのようなものもイメージしていたという。これに対し、早稲田大学マニフェスト研究所はこのマニフェストをかなり遅れている、または方針転換にあたる、C 評価、 ABC の3段階で最低と判断している。地上デジタル放送は2006年12月にワニツカ山親局から本放送を開始し、2008年7月の E の正木中継局開局によりすべての市で2009年10月までに西村村ほぼ全域が共同受信を除く全市町村直接受信が可能となった。 こちらもアナログ放送同様宮崎県外、特に鹿児島県の大隅地方でも視聴可能である。宮崎県内のテレビ局は和につ山に親局となる送信書を設置しており、県内の7割以上をカバーしている。和につ山からの電波が届きにくい地域には約50の中継局が設置されているが、送信出力や重要性に基づき中継局ごとに、 分類がなされている。プラン局以外は地元自治体が建設費の一部を負担しており、これを宮崎方式と呼称する。公術参観部の一部でも直接受信することができる。中継局のない地域では共同受信設備を各ので設置しており、特に西村村ではほぼ全域で共同受信設備を利用している。プラン局と呼ばれる中継局は中継局の設置により、 カバーエリアの大幅な拡大が見込めることから、基本的に放送局ごとが単独で設置している。地上デジタル放送では一部は友達となる。宮崎県内では、延岡、高千穂、福島、飯野、海老野市が該当し、放送局によっては、日向、鎮太を、日の影も追加される。微小局は、アナログ放送における送信出力が10ワット以下。 0.5ワット以上の中継局を指し、南市町地域のうち数百世帯をカバーする。日向、まさきは当初微小局に分類される中継局であったが、地上デジタル放送では重要中継局とされ、大規模中継局とほぼ同等の扱いとされた。ミニサテライト局はアナログ放送における送信出力が 0.1W の中継局を指し、数十世帯をカバーする。 宮崎県内では、秘密に最初に設置され、その後20ほどの中継局が設置された。地上デジタル放送においては一部の中継局は設置されない。テレビ送信所の宮崎方式とは、中継局の設置費用の一部を、受益者となる、地元自治体が負担することである。民間放送局としては、プラン局の設置だけで、県内カバー率はほぼ100%となることから、 山間部への中継局設置は、費用対効果が見込めないものであった。これが設置の方向となったのは1973年にいる、豪地区、現在の三里町、日向市東郷町、諸塚村、椎葉村の自治体が、設置費用の一部の負担を、放送局側に申し入れたことによる。これにより、入り豪、日向西豪、東豪、1973年度、北諸塚、 南諸塚、椎葉、1974年度に中継局が設置された。以後宮崎県内で設置された中継局に対しては、基本的にこの方式が採用されている。宮崎県におけるケーブルテレビは、情報格差の是正、不足している系列局の補充が主な目的である。デジタル放送における区域外再放送はシーバ村。 モロツカ村を除いて実施されている。ラジオ事情は、テレビと比べてそれほど悪くなく、特に、FM 宮崎は1984年12月に、開局、九州で3番目、全国民放 FM でも53局中12番目と、比較的早い方であった。ただ、MRT ラジオについては、宮崎に電波割り当てがなされながらも、開局の動きがなかったために、 南日本放送、MBC、鹿児島県の放送局が宮崎への中継局設置を計画していたところに、これを阻止するという目的で開局している。MRT ラジオは、ラジコを通じて、宮崎県内限定との地域制限があるものの、インターネット上での聴取も可能となっている。サンシャイン FM と市 TFM 都の城の自社番組については、全世界におて、 インターネット上で聴取できる。前者はサイモルレイディオ、後者はスマートフォン向けアプリケーション、FM 経由。地域によっては、周辺各県のラジオ局も受信できることがある。一例として、熊本放送は高千穂、海老の方面を公式にサービスエリアとしている。また、ラジオ放送も、テレビと同じく県外での聴取が可能であり、MRT ラジオは、 愛媛県南予南部、高知県西南地域、熊本県熊地方、大分県南部、鹿児島県大隅半島を FM 宮崎は、高知県西南地域、鹿児島県大隅半島全域、近郊湾沿岸、鹿児島市、伊ぶ市、霧島市、姶良市、種ヶ島、薬島などを公式にサービスエリアとしている。鹿児島県の地方紙、南日本新聞では、 MRT ラジオと FM、宮崎の番組欄が掲載されている。宮崎県の典型的男性を表す言葉として、芋柄僕と女性を表す言葉として、ひなたかぼちゃがある。前者は芋柄で作った木刀の意であり、見かけは立派だが、芯のないお人よしであることを意味し、後者は見た目は黒く小ぶりだが、味はしっかりしているということを意味しており、民謡、ただし、 近年の作によるものにも謳われる。そもそも、県民性というものが、ステレオタイプのものであり、多くの例外を含んでいるものであるが、宮崎県は、歴史的に、明治以前は一体性を書いていたのに加え、風土も地域によって、かなり異なる。例えば、陶器における、温暖のイメージは、県西部においては当てはまらないことから、単一のイメージには当てはまらない例も多い。 ヒューガ時間とは、宮崎県人が良くも悪くものんびりやで、時間にルーズでありながらも、寛大に受け止めることは、集合の予定時間に自宅を出発する人がいるなど、時間設定の個人間のズレを指す。この習慣から、時間のズレをあらかじめ見込んで、集合時間などを早めに設定することもある。なお、類似例は、南四国や鹿児島、 沖縄などの太平洋側に広範囲で見受けられる。宮崎県の大部分では、法日方言に分類される宮崎弁が話されているが、かつて、薩摩藩領だった初見地方では、薩愚方言に分類される初見弁が話される。二千七から十一年に、県知事を務めた東国原秀夫が、初議会で発言した土原河川と遺憾が流行語になったが、 これは、モロアガタ弁であり、宮崎弁に直せば、どんげかせんと遺憾となる。東国原の出身が、鹿児島県と隣接する宮古の城市であることから、宮崎県全体では、どんげかせんと遺憾の方が通じる。1960年代には、新婚旅行のメッカとして、全国的に有名であり、観光宮崎として、地域経済に貢献したが、日本人の余暇や観光に対する、 価値観の変化に対してその魅力を必ずしも提供できず低迷しいる。また、本県の観光は、いわゆる南国情緒が売り物であったが、1972年の沖縄返還以降は同様のイメージでは、沖縄県と競合、同県は沖縄振興特別措置法に基づく、全政面での特例が適用さることから、本県の競争力は相対的に低下した。さらに、 1990年代以降は、円高や規制緩和などにより、格安となった海外旅行との競合もある。これらの悪条件に対し、1990年代末までは、個人消費の拡大などによって乗り切ったが、IT バブル期を経た2000年代初頭には、県内の大型リゾート施設である CE ガヤが、会社構成法の適用を申請しほか、県内最大の交通企業であり、 観光宮崎の牽引役であった宮崎交通が産業再生機構の支援を仰ぐことになった。また有力な観光資源である温泉については、隣県の大分県、熊本県、鹿児島県とは異なり、本県は西日本火山帯の火山フロントより東側にあることから火山性温泉にあまり恵まれていない。県内に国宝がない。 県内からの出土品である日向国際と原稿粉、出土混同番グ類が東京都の五島美術館に所蔵されている。2018年現在、国宝が一つもない都道府県は徳島県と東県のみである。観光業復活の鍵として、プロ野球、巨人、広島、ソフトバンク、西部、オリックス、東京ヤクルト、ファームのみ6球団サッカーのキャンプ地巡るツアーや、 宿泊を含めたゴルフプランが主催されているほか、近隣国、韓国、中国、台湾からの顧客開拓を図っている。詳細は宮崎県の観光地も参照。宮崎県内では重要伝統的建造物群保存地区が3カ所選定されている。県は県民栄誉特別賞。宮崎県,県県民栄誉賞の受賞者一覧、外部リンク。 宮崎県総合政策部秘書広報課営店担当を出展とする受賞自由等の詳細については同サイト参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。